あざみ、もう一杯濃いめにね。えのさん、あざみ、明日健康診断でしょ。飲みすぎ。ありがとうございました。あ、今回もこっちはジャンプしてくれた方が儲かんだけど。いやでもきっちり返しますよ。小林さん、あんたみたいな客ばかりだったら平和なのにな。困った時はまた相談しな。これどうぞもらってください。行きつけか。まあ仕事の素晴らしに店長も楽じゃねえよな。お互い客には苦労してるんですね。そうかな。融資のご希望ですか。はい。やっぱりです。なんだよ。なんなんだてめえこの野郎。うちの方がな、100万年前から先に取り立てるって決まってんだよ。おめえはどこから来たんだろうな。なんだこら。相当だ。上のもんが黙ってねえぞ、この野郎。はあ、上のもんか。俺のバッグにはよ、大山彦組の有川さんがついてんだ。ああ、分かってんのか、分かってんのか、分かってんのか。なんだこら、おい。有川と知り合いか。クソガキがぶち殺そうよ。ぶち殺すぞお前。あ、繰り返してんじゃねえよ。有田に電話してみるか。え、あ、いや、あの、いや、それはちょっとよ。な、あの、いやいや、ちょ、なんでだよ。え、いや、有田がバックなんだろ。あ、なあ。あ、いて。おい。あ、いて、あの、それだから、あの、マニュアルっていうか、マニュアルです。はい。ダイモンかざすときは腹くくれ。すいませんっす。どうも。別所さん。なんだ。あ、どうもすいませんね。どうどう。なんだかご足労いただいちゃって。いや、電話に出ないから心配しましたよ。いや、あのね、なんかいろいろとごたごたしちゃってましてね。利息の12万支払っていただけますか。
すいません、入金ずれが重なっちゃいましてね、手元に現金が全然集まってこないんですよね。ああ、そうなんですね。そうなんです。待ってくださいよ。返す気ねえだもん。この手離してください。出ないとね、通報しますよ。強引な取り立て、法律で今禁じられてるじゃないですか。あ、はじまる百貨店ですか。え、そちらの従業員の別所健一さんいますか。はい、外商部の別所さん。 なんでうちの息子の職場知ってんだよ。え、ご不在ですか。では伝言をお願いします。俺はな、やめろよ。お前の親父に頼まれて金貸してんだけど、やめろよ。振り倒されそうになってんだよ。やめろ、やめろ。卑怯じゃねえかよ。借金踏み倒そうとして何言ってんだよ。別所さん、今日は利息だけでいいんだからな。ああやって回収すんのか。勉強になったぜ。ホスト崩れが何やってんだ。いやさ、ひまわり金融の借金返せなくなって取り立てのバイトやらされてんだ。あ、何？中途半端なイケメン面がお前の担保だったんじゃねえのか。ああ、あれからいろんな女と結婚離婚繰り返して、名義変更しまくって町金から金踏んだくってたら、カリカオが知れ渡ってアウトで、しばらく遊び回ってたらいつの間にかまた闇金に手出してたんだわ。金貸してくんね。は？10万でいいんだ。バカかお前は。え、どこ行く。どこ、うん、何。はい、本当にお金を借りても大丈夫なんでしょうか。ああ、融資のご希望ですか。だからすいません、やっぱりいいです。ちょっと待って、どうしたの。ちゃんとした金融屋さんか心配で。全然大丈夫、安心して。本当ですか。強引な取り立てとか嫌がらせとか。ないお金の相談ならいくらでも乗るよ。もし話聞いてみて不安になったら、借りるのやめればいいし。一人で悩まないで。利息は登山で9000円、返済日の前日連絡するから必ず電話に出るようにしろ。はい。あゆみさん、ありがとうございました。はい、金貸してくんね。どういうつもり？
始めまーす。一つ、いつも和んで和気あいあい。一つ、いつも和んで和気あいあい。ごめん、二人って今日って残業お願いできたりしないかな。さあせん、ちょっと無理っすね。私も明日大学あるんで。了解。一つ、いつも和んで感謝せよ。一つ、いつも和んで感謝せよ。ごめんね、みんな予定あるみたいなんだ。え、またワンオペですか。いや、勘弁してくださいよ。深夜お客少ないからさ、どうにかなるでしょう。だったらたまには店長が残業してくださいよ。でもいろいろあるんだよな。大変なのは君だけじゃないからさ。一つ、いつも和んで謙虚たれ。一つ、いつも和んで謙虚たれ。いつもすいませんね。ちょっと生でも飲んでく。まだ配送中ですから。だよね。来月もよろしくお願いします。来月はもう倍ぐらい冷凍エビフライのロット数増やそうと思うから、そこら辺も加味してもらえる。倍ですか。わかりました。そうしてお客様は神様です。神様です。はい、じゃあ今日も一日頑張りましょう。よろしくお願いします。驚くでしょ、赤い子って。あいつら労働意欲や協調性に欠けてんだよ。若い頃なんてみんなそうじゃない。俺らの時代は仕事が最優先でしたよ。空白の10年長時間労働残業代ゼロなんて当たり前だったもん。お母さんって企業戦士だったんだ。だったって。で、今もですよ。本社からお声かかってんのにあえて現場主義にこだわってるんですから。そうよね、ごめんなさい。いや、ママ相手だとつい喋りすぎちゃうな。本当。ママ、ママ、あ、ちょっとごめんなさい。すいません、お待たせしました。はい、社長の隣。お久しぶりじゃない、今日。みんな、集まり今日は、還暦のね、祝いなんです。いやいやいや、還暦プラス成人式じゃないですか。そうでもない。今夜遅いから先に寝てて。明日の授業は3限からよね。じゃあ、うちでお昼食べてきなさい。うん、つみ、はい。あ、ごめんなさい。偉いよね、いつも孫に電話して。門限ちゃんと守ってるか確認してるの。あの子、ほんと世間知らずだから、悪い虫がつかないようにしないと。だからお疲れ様。うん、ママこそお疲れ様。半年だね。榎田さん亡くなって。Thank you.
え、ちょっと聞いて。まだ引きずってる。ううん、もう大丈夫よ、吹っ切れたから。無理しないでよ、そんなすぐ立ち直れるもんじゃ。ゆきおさんが言ってくれたから。あ、いや、俺はただママが心配でそれだけだから。ラストファイナンスです。おかげで助かりました。ラストファイナンスです。お金借りて本当に良かったです。ラストファイナンスです。ラストファイナンスです。意外とかかってくるもんですね。どういたしまして。利息は倒産で9,000円。ラストファイラストファイナンス、はい、こちらラストファイナンスです。ご利用は計画的にね。はい、どうぞ。ありがとう。10日ぶり。どうぞ。ジャンプな、また10日後返済だ。はい、いいよ。ありがとうございました。どうぞ。また10日後連絡するね。いいよ、俺の方から連絡するから。それとさ、真由美の友達でお金に困ってる子いたら紹介してくんないかな。うん、分かった。じゃあね。うん、俺これ転職かもしんないっすわ。こういう堅実な仕事あってよかったっすよ。ホストの方が儲かんだろ。いや、ろくなもんじゃないっすよ、あんなとこ。店からの借金踏み出した分際でよく言うな。はめられたんだよね俺。あいつらにそそのかされて独立しようとしたら、まんまと支度金騙し取られてさ。俺つくづく思ったよ、仲間なんて言葉嘘っぱちだって。なんつってまあ野良犬みたいなもんすよ。はい、ラストファイナンス。ああ、どうも。
ひまわり金融の塩田って言いますが。ママ、あなたに小説なんて無理よ。子供の頃から国語だっていつも2だったじゃない。サークルだと評判いいんだけど。それが何？ママが面白くないって言ってんだから関係ないじゃない。アナエ、あなたは普通に就職して普通に結婚して普通に子供を産んでくれればそれでいいんだから。子供の頃から優柔不断で何にも決められないんだから。ママの言う通りにしてれば間違いはないの。分かった？返事は？ごめんなさい。謝ってほしいんじゃないの。返事。はい。ごめんね、怒ったりして。でもね、ママお金で苦労してるから、七重には同じ思いをさせたくないのよ。就職もママがお客さんに頼んでやるから、何にも心配することないのよ。ママのこと好き？ママ大好きだよ。お待たせしました、ラストファイナンスさん。はあ、商売の方は順調ですか？話ってなんだよ。風の噂ですが、ハンサム坊やを使って女性客を取り込んでるらしいじゃないですか。で？いやいやいや、でってあいつの債権はひまわり金融のもんですよ。借金の対価としてバイトで働かせてたんです。だからなんだよ、あいつ返済してんだろ。債権を丸ごと買うのが筋だと思うんですけどね。他でも評判よく耳にしますよ。よその客も引っ張り込んでるらしいじゃないですか。うちの客もそちらに流れてる。ベラベラ回りくどい野郎だな。関係ねえだろうが。この業界、共食いはご法度ですよ。くだらねえ。仁義なき戦いは他でやってよ。元組長さん、ナナエちゃんは？ごめんなさい、今日の食事会改めてもらってもいいかしら？え、ママどうしたの？なんでもないの。キヨさんには関係ない。いや、なんでもなくないでしょ。いいから話してよ。入院してるお母さんが手術受けないといけなくなって、退去金解約したり親戚に頼んで
工面してもらったりしてるんだけど、どうしてもお金が足りなくて。いくら足りないの？200万。私のせいかな。何が？だってお母さんあんなに元気だったのに。最初の旦那もそう、榎田さんも。私が大切にしてる人ってさ、みんな不幸になっちゃうんだよね。そんなことないよ。だってママは僕を幸せにしてるんだから。本当にそうかな。今こうしてる間も不幸にしてるんじゃない？最高に幸せだよ俺は。お金俺が何とかしてみるよ。そんなわけにはいかないわよ。ママ、僕ら家族になるんだろう。ユキオさん。今度は僕が君を幸せにする番だ。あ、もしもし。おふくろは相変わらず。ね、よせよ、施設さんとかわいそうだろ。俺は一人身なんだから見れないって。いや、ちょっと金貸してもらえないかな。いや、あの30万は今度のボーナス返すから、200万どうにかなんないかな。兄貴だけが頼りなんだ。同窓会で来てよかったな。どうしよう、他に当て。諦めた。考えろ。200万貸してください。は？200万貸してください。惚れた女の母親が心臓の手術するんです。その手術費が明後日までに必要なんです。お願いします。岡林さん、あんた女いたのか。はい、結婚前提に付き合ってます。どこの誰だよ。スナックのママです。誠実な女性です。女で一つで娘を大学まで進学させて、本当に立派なマザーテレサのような女性なんです。死んでもお金は貸します。お願いします。うちの金利分かってるよな。実は10日後に業者のキックバックあるんで、月末なんでドーンとまとまって250万ぐらいは入るんですよ。いや、これまでちゃんと返してきたじゃないですか。元本200万を土産で10日後260万、一括で返せるなら貸してやる。はい、ありがとうございます。どうしたのこれ。そんなこといいから、あとこれ、お母さんの手術成功祈願に水天宮神社行ってきた。やだ。え、どうしたの。水天宮って安産祈願。あれ、そうしたの。あ、俺
おかしくて涙出ちゃう。そろそろ行くね。ゆきおさん、お母さん治ったら紹介させてください。さあ、14時って約束じゃなかったか。業者が遅れてるってのはそっちの都合だろ。分かった、15時だな。絶対遅れるんじゃねえぞ。お疲れ様です。集金5件、貸付2件行ってくれ。了解です。忠臣さんは？ああ、こっちまとめねえといけねえんだよ。よし。なんだよこれ、見てたら違うじゃねえかよ。すいません、もうちょっと待てんですよ。ちょっとビビんなよな。懐が潤うのはお高い様なんだからさ。先月のキックバックが本社にバレました。目つけられたらうちもヤバいんで。失礼します。おしゃしゃしゃ、待って、失礼します。今日はこれで。岡田さん元本返済10,000円、利息払い10,000円と。毎度。悪くないね。ラストファイナンスの須藤さんですか？はい、そうですけど。自分はヤクザ時代の忠臣さんに世話になった大山彦組の久保ってもんです。え、忠臣さんってヤクザだったんですか？ええ、ご存知なかったんですか？はい、ついこの間まで大山彦組系押し塚工業の組長されてました。あ、マジっすか？はい。で、何のご用ですか？あれ？
忠臣さんから何も聞いてませんか？何も聞いてませんけど。何か？何かじゃねえだろてめえ。話違うじゃねえかよ。すいません。うちの親父が物入りで100万必要になったって聞いてねえのかよ。まとめるってそれだったんですね。ちょっとお待ちください。今お渡しします。確かに忠臣さんによろしくお伝えください。はい。ご苦労さん。喉ガラガラっすよ。緊張した。人間本気になら何でもできんだよ。これで借金じゃない。しばらくここから出回んなよ。すいません。電話しろ。はい。いじめつけろ。指？あ？死ぬ気で回収してこい。まだ死にたくないです。あ？おしっこ。てめえ今行くのか。外寒かったから。おせえじゃねえか。すいません。ちょっと今日払えなくなっちゃって。あ？ふざけてんのか。いやちょっと業者のバカが本社に先月のキックバックバレちゃって。知るかバカ野郎。死んでも今日中に払え。分割払いにしてもらえませんか。褒めてんじゃねえぞこの野郎。
何したの、てめえじゃねえのか。まだ準備中なんですけど。あんたの婚約者が借金踏み倒して消えたんだよ。婚約者って何のことですか？岡林だよ。結婚するって言ってたぞ。え？やだ、お母さんはただの常連だけど。あんた母親の手術費で200万借りたんだろ。ただの常連がそんな大金貸すか。おばあちゃんまだ生きてるの。七恵、そろそろ店開けるから家に帰ってなさい。娘か。だから何。岡林の居場所が知りたい。警察呼ぶわよ。どうせ闇金でしょ。あいつが来たら教えてくれ。
あ、もしもし。なんでお店に来てくれないの？ごめん、いや、あのさ、そっちに誰か来なかった？ううん、全然大丈夫だけど。ねえ、今どこ？早く来て。わかった、すぐ行くから。おい、分かってないな、お前。おい、逃げんな、おい。助けてください。おい、人聞き悪いこと言うなよ。俺は別に保険金かけて死ねって言ってるわけじゃねえんだよ。おい、切れよ。うるせえよ。な、小林さん、あんたママと結婚したいんだろ？な、だったら綺麗な体になった方がいいよね。な、260万ぐらい腕の一本落とせば返せんだけどな。もう職場には戻れねえんだし、事故って怪我した時のこと考えると傷害保険に加入した方が安心だよな。そうか、保険屋紹介してやるよ。ありがとうございます。そうか、分かった。おめえ保険入れねえぞ。限度額いっぱいじゃねえか。あれ、離婚した時に解約してんのに。お前どんだけかけてんだよ。5000万だぞ。そうだ、ママに頼まれて生命保険に入ったんだ。結婚前に保険の手続きしたのか。はい、いや、彼女が懇意にする保険に営業ノルマがあるって言うんで、それでママが掛け金払うって言うから。おかしいだろ。いや、さあ、僕は反抗しただけなんで。なんでお前にそんな掛け金払うんだよ。あ、それは2年後に解約するって約束で。あの女、保険金目当てでお前殺すつもりじゃねえのか。あ、ふざけるな、そんなわけないだろ。母親もとっくに死んでるみたいだしな。お前殺す前にむしり取るだけむしり取ろうって魂胆だろ。いい加減なこと言うな。俺とアサミは結婚するんだぞ。
キヨさん。ごめんね、遅くなって。テンペンも電話したんだから、なんで電話に出てくれなかったの。ごめん、急に店でトラブルがあって。そうだったの。私なんか胸がざわついちゃって。すごく安心する。僕もだよ。やだ、ママ、ママ、やだ、どうしたの。今朝、ダメじゃない、ちゃんと寝てなきゃ。ママ、やだ。あら、ママ、ママ、どうした。ちゃんと寝てないと、いい子だから。やだよ。いい子にしなきゃ、言うこと聞かなきゃ。キヨさん、いい子にしなきゃ。いいから金返せ。私どうしたらいいんでしょうか。
かわいそうやん。車出して。ちょっと待って。車出して。ちょっと。ごめんな。仕事紹介してやる。成功報酬100万だ。何させる気？覚悟決めろ。はい。面貸せ。大丈夫ですか？ごめん、怪我してない？はい。ちょっと待ってて。捻挫はしてないね。ありがとうございます。これえ、本当に支払いを伸ばしてくれるんですか？その代わり、俺の頼み事を聞いてくれ。頼み事？偶然あるんだね。ラノベ好きなんだ。嘘、ラノベ読んだりします？ここじゃなんだし、ランチする時間ある？お母さんがお昼ご飯用意してます。行こう。普通に頼んでも息子に怪しまれますしね。これ手に入れるの大変だったんですよ。あの、何に使うんですか？これ、ありがとう。もう読んだんですか？最高だった。妖怪青春ラブコメって言うけどさ、テーママジ深いし、ライトノベルバカにする人いるけどさ、中身までライトなわけじゃないんだよ。そうなんですよ。鳥肌立ったのってここら辺じゃないですか？ああ、そう。ここ。もしもし、ママだけど。もう家に帰ってるわよね？うん、もう家、今寝るところだから。ママ大好きだよ。おやすみなさい。いけないよ、こんなの。練習しろ。はい。
どうしたの？いや、やるんならこういう店がいいなって思って。司お店やりたいの？地元の後輩たちと約束したんだ。いつかオーナーになったらあいつら誘ってこっちで働かせてやるって。ほんとバカな奴らなんだけど。パチ屋がソスタしかない北関東のど田舎からなんとかあいつら引っ張り上げたいんだわ。そんで俺たちの王国作るんだ。いいな、司には夢があって行こう。百貨店外商の別所です。すいません、お忙しいところ。いえ、日頃ご贔屓にしてくださる山本様のご紹介ですから、どこへでも飛んで伺いますよ。それでこちらがお話しさせていただいた指輪になります。今期中の決算のために8000万円のこの商品を特別に3000万でお売りします。こちらを中国ルートで6000万円で転売していただいて、売上3000万円から私どものマージン 5% を引かせていただいて2850万円が須藤さんのお手元に入ります。いかがでしょう？すみません、1000万しか都合つかなくて。申し訳ございません。それでしたら他のお客さん。ちょっと待ってください。だったら1000万手付金にするんで待ってもらえませんか？今週中に必ず2000万用意するんでお願いします。そう言われても困りましたね。もし金用意できなかったらこの手付金違約金代わりに払うんで待ってもらえませんか？わかりました。それではこの手付金責任持って私がお預かりします。こちらに念書を書いていただけますか？お金どうするの？どうにかするって。どうにかって？だからまあ2000万キャッシュフローできれば指輪売って返済できるわけだし、そういうことなら条件次第でお金貸してくれるところもあるから。条件って？死んだっていい。一世一代のチャンスなんだ。バカなこと言わないでよ。俺は夢叶えてんだよ。ごめん、いろいろ片付くまでしばらく会わない方がいいね。司の夢は私の夢だから。
手続きの1000万、それからこちらの2000万で合計3000万、お買い上げありがとうございました。どうぞそちらをお受け取りください。ヤンさんとの商談は来週の月曜10時、銀座本店の外商サロンでお待ちしております。それまで大事に保管してください。では。だね、俺本当なんて礼を言っていいか。うん、これは二人の夢だもん。商談の日まで預かってて。どういうこと？どういうつもりよ。ごめんなさい。でも絶対に絶対に来週の月曜に返すから怒らないで。返す？だから彼氏がこの指輪を転売するのにあと2000万円必要で、そのお金を貸したいって。どこのバッタも言うそれ。本物よ、八丸百貨店の外商さんが、あの特別ルートで。さんの夢は私の。男に連絡しなさい。いらっしゃい。あんた娘そそのかしたの。何なんすか、人聞き悪い。これのどこが3000万よ。揉め事なら外でやってくんねえか。奇遇だな。あんただったのね。何のことだ。娘たぶらかしてお金騙し取ったでしょ。そんな陳景なことするかよ。陳景、2000万が陳景。どれだけ苦労して稼いだお金か分かってんの。今すぐお金返しなさい。110番通報するわよ。好きにしろ。知ったわね。札に金の出所現れるぞ。どんな仕事で2000万稼いで、なんで預金しないで保管してたのかって。保険金殺人でいくら貯めた。バカじゃない。全然意味わかんない。岡林が殺されかけたって泣きついてきてよ。残念だったな。毎月高い掛け金払ってたのにな。何のことよ。あんた他にも餌撒いてたな。えのきだ、青島、渡辺、死んだ旦那もか。それだけ働いてたら2000万なんてどってことねえよな。おかしい。私が殺したっていう証拠があるんだったら見せてみなさいよ。私はね、不幸の星に生まれた女なの。愛した男はみんな不幸になるんだから。そのせいで誤解もされたわ。風評被害。そうよ、被害者なのよ私は。だけどね、どれもこれも事故で全部処理されたんだから、それが真実よ。やましいことなんて何にもないんだから。正々堂々と110番通報してやるわよ。もうやめて。あんたは黙ってなさい。人殺しのくせに母親面しないでよ。ママがそんなことするわけないじゃない。知ってたよ。
現金目当てで人殺してたって知ってたけど、でもずっと知らないふりして。何言ってんの。そうやってパパも殺したんでしょ。パパは殺してない。苦労させたくなかった。あなたのために殺してきたんじゃない。そんな目で見ないでよママ。あなたの味方よね。いつもみたいにママ大好きって言って。死ぬほど嫌い、獣の血が流れてるって考えただけで舌噛んで死にたくなる。ママね、あなた産むのに38時間もかかったのよ。お腹痛かった。もあなたの愛を必死に受け止めたの。あなたの人生はママがちゃんと作るからね。私は私の人生あんだよ。終わったか。訴えてやるわよ。別に構わねえけど。あんたの証言が世に出ることになるぜ。お前に貸した元本200万、利息2回分の追い貸しで元本合計338万、と算で返済額が440万、違約金と経費足して合計500万。これで完済だ。すいません、ありがとうございました。成功報酬100万。え、あざす。残りは持ってけ。え、早くしまえよ。え、ありがとうございます。なんであいつに。俺は詐欺師じゃねえ、金貸しだ。おい、あざみ。
これでやらせろよ。そんな世の中だな。そうっすね。もうありと。そうか、引っ張れたか。敵が大山彦組の大門を語るなんていい度胸してるよな。助かったわ。じゃあな。元組長ってマジなんですね。おう。なんで足洗ったんですか。銀行口座作れなきゃ車も買えねえ。そんな世界だって先が見えてんだろ。ひまわり金融行くぞ。え、何しに。バカ野郎、100万回収すんだよ。